メンタニ誠10月31日昭和46年は日本の実業家。名手赤月山醸造元、メンタニ公明会社代表社員。元坂井港商工会議所会頭、顧問、鳥取県坂井港市出身。米粉中学校卒業後、東京大倉省醸造試験所に入所。翌年、試験所の過程を終了すると、帰郷して家業に従事する。 昭和19年、メンタニ号名会社の代表社員に就任。鳥取県酒造組合理事、鳥取県醤油工業共同組合理事を歴任。酒造業界の発展に尽力。昭和23年、酒井港商工会議所会頭に就任。酒井町学務委員をはじめ、酒井高等学校水産教育振興会会,会長も務め、教育会でも活躍した。 酒メンタニ種類醤油醸造場として、明治4年創業、昭和17年今平、メンタニ支店、生中核店の権利を譲り受ける。白滝、白玉、境港の3名種の酒を作っていたが、大正13年直代、赤月山群にちなみ、赤月山に改め、年産380キロリットルを生産している。うち一般赤月山が90%を占めるが、 一級原種、竜銀、土産を五本松、銀作り手作り、灰赤月山と新製品の開発に努めた。ありがとうございます。